原愛は、日本のプロレスリングアナウンサー、声優、ナレーター、岡山県倉敷市出身。高校時代にアナウンスコンクールの全国大会、アクセントナレーションコンテストで入賞。香川大学卒業後に上京し、東芝や NTT ドコモ等の各種イベントのナレーター、アナウンサーとして活動。2013年からは、時空戦士イバライガー賞でレギュラー MC を務めた。 イバライガーがプロレス団体とコラボしたことでプロレスに興味を持ち偶然立ち寄ったテキーラシャミの経営するバーでアイスリボンのリングアナウンサーオーディションを資料応募。同場マッチに大会をプロテストとして全試合の試合コールと音響を務め上げ2016年10月8日に行われた岩見沢イベントホール赤レンガ大会で正式にリングアナデビュー。 同時期にリングアナの山口ルツ子が事務所契約の関係で退任することになったため入れ替わる形となった。以降は千春と二人で試合コールを担当する。12月10日、アイスリボン道場で行われた大畑美咲デビュー10周年記念マッチで大畑のコスチュームを着てアナウンス。12月27日配信のニコ生でニコニコプロレスチャンネルに初登場。その後、 紫神なり、ミオの産休に伴い、ニコプロ MC を引き継ぐ。ナレーター出身のため、滑舌が流暢。話し声は、アニメ性だが、リングアナウンスでは、意識的に低音を響かせている。なお、自分のことを話すとなると、喋りがたどたどしくなる。ニコプロ MC の前任者、紫神なりミオ曰く、無茶ぶりにも誠実に答えようとしてくれる誠実な人。 コーヒーが大好きでアカウントにも入れている。他、企業用ナレーション多数、ありがとうございます。